目するこのステイリング戦、はい、どのようにこの勝負を迎えました。だなと思ったんですけどね、だったからね、はい、非常に、まあ、時間が無制限となるとなという点でちょっとそんなの心配だった。そのハンセンであり、メイダーがまさにご覧の通り序盤投げてくるというハンセンとメイダータックル、おっと詳しい、そんなタックル、そしてヘルト、そして青川さんの体勢だが、ホッシュ今度は小橋、赤コーナーパワーで押し切った DDT だ、見返りました。ハンセンと、いやレイダーと秋山ですが、まずはジャンピングに、そしてエルボー、おーそしてあーっとなんといっても硬い重い、こういったね、49秒でした。そのあたりこの序盤戦のハンセン、レイダージャンピングに、そして小橋、小橋飛ばされた、ラリアットかわした、さあどうする小橋、あーっとかわすだけ、東京ドームで対戦したのが、あーっとレッドタックでは負けなっております。あーっとね、と言いましてもこの三半戦には個人としてはこの三半戦そうになります。まあこうやってね、全力チームを組んだんですけど、リースが砕きました。そういった意味ではこの凄まじい集中力でこの優勝戦に進出した。この力にがあるんですから、しかしまだその糸口が見つかり、レッグブリーズしてタッチ、ハンセンめがけた発射ミサイルキック、優勝になります。ジャンデハンセン、ベイダー組は放出優勝戦となりますと3連ですね、はい、このハンセン、ベイダー組はまだ田植え組に残りました。オフに振ったショルダーする、ガーッともうこの外国、このベイダー、このベイダー突進です、かわしたかわした、サードを取りました、あーっと水平ニュートラルコーナーで崩れて青春3階速でドラゴンつける、そして今度はそのダメージ左足、ハンセンガーン先落とし、おっと流れが変わってきましたね、あのアイデアです、この辺り、あーしかビッグバンクだ、ビッグバン、お飛ばした、あーっとそして DDT だ、ハットマン引っ込めた、おっとそのままこれはリバースになった、秋山はいない、背後からハンセン丸め込んだ、丸め込まれた、飛ばし危ない、力任せで勝利をしてきた、はい、岩石を出す、